シードって言ってよ。で、まあ、とにかくそのおしゃれな言い方でブラックタイなんですって言われて、あ、そうなんですねって言ってたんですけど、危なかった、俺。解散前に気をつけてよかった。グッチで黒いネクタイ買ったんですけど、それを諦めて。波動拳。皆さん、こんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本芳です。今日もよろしくお願いします。おっす。サクッといきますよ。先日、あるパーティーに誘われました。ドレスコードがありますって言われて、ああ、嫌だなと思ったんですよ。僕、普段は T シャツ、デニム、スニーカーっていうのが僕のスタイルなんですね。で、その時言われたのは、ブラックタイでって言われたんですよ。ブラックタイかって、黒いネクタイを締めていくんだと思ったんですよ。で、真っ黒だと葬式みたいになるから、黒っぽいネクタイっていいんやろうなと思って、それっぽいタイを買いに行きました。で、スーツは、まあ、白っぽいスーツに決めました。自分が持ってたやつがあったんで、これでいいかなと思って、季節的にもこれで合ってんなと思って、靴はまあ持ってるやつがあって、まあこれでいいかと思って、ざっくりそれにしてたんですけど、とんでもない勘違いで、かなりフォーマルなパーティーだったんですよね。どういうことかというとですね、ブラックタイって言われると、ね、大体ですよ、タキシードってことなんですって。タキシードって言ってよ。で、まあ、とにかくそのおしゃれな言い方でブラックタイなんですって言われて、あ、そうなんですねって言ってたんですけど、危なかった、俺。解散前に気をつけてよかった。グッチで黒いネクタイ買ったんですけど、それを諦めて、で、タキシード買いに行くというですね、暴挙に出るわけですよ。これマレーシアに住んでるので、タキシード売ってるとこそんなないですよね。で、まあ、いろいろ探した結果、あるところにあって、タキシード、まあ、ジャケット、パンツ、で、シャツ、蝶ネクタイ、で、革靴。あと、腹巻きみたいなやつでしょ。黒かとか白かとか、みたいな赤とかっていうのをですね、買って、全部それ、人生でこんなにフォーマルな格好したことねえよっていうぐらい、すごい格好になったんですよ。で、カバンどうすんだろうと思って、まだ決めてないんですけど、まあ皆さんに今日言いたいのはそのブラックタイっていう言葉が世の中に存在するんだよっていう。で、それをブラックタイって言うんで、もうおしゃれすぎるタキシードって言って、本当に。なんだけど、まあ一応揃いましたと。結局ね、パーティーは無料でお呼ばれしてる、招待されてるんですけど、タキシード買って、靴まで全部、シャツまで全部買って、それも偉い出費なわけですよ。で、どんなパーティーとこれ元が取れるのみたいな。もちろん元は取れません。で、これパーティーすごい格好になったんですけど、もう一回着るんかって言った時に、世の中はどんな風に考えてるかもしれないけど、毎回毎回同じタキシードってわけにもいかんのちゃうかなと、ふっと思ってるんですよ。で、体型がいつまでも維持できてるのかっていう話で、まあ今デブなんですけど、これよりさらにデブになる可能性が十分にあって、僕なんかは。何回も着るチャンスがあるんやろかと思って、一回ポッキリのために買ったタキシードってことになるのかよみたいな、いうふうに考え始めてですね、なんか、悶々としてるところですっていう。で、まあ皆さんに、まあご理解いただきたいのはですね、そんな時に、例えば女性連れていくとするとですね、くるぶしが見えないロングドレスでなきゃいけないとかね、男性も女性もね、かなり厳しいんですよ。で、何を参考にしたらいいのかというとですね、007を参考にされるとよろしいんじゃないかろうかと思う。そういうパーティーの席にボンド君行ってますんで、そういう時の格好、あの時のボンドの格好なんですね、というふうにですね、考えていただけるといいかなと思います。そこで、その映画の中で、ボンドがロレックスのサブマリナーをしてたので、フォーマルの席でもそんなスポーツウォッチしてええんや、っていうことから、ロレックスのサブマリナーが流行ったっていうきっかけもあるそうなんで、僕も思い切ってサブマリナーにしていこうと思ってますっていう、そんなお話です。まあね、ブラックタイっていうね、日本人の耳にはこう馴染みがないんですけど、英語圏では当たり前の単語なんですね。なんですけど、僕は全く知らなかった。まあ皆さんもですね、恥をかかないのがいいかなと思って、今日はちょっとだけ僕も恥かく寸前で気づいたので、皆さんにもちょっと共有しておこうかなと思った次第です。で、時計に関してはここは攻め込んで、ロレックスのスポーツウォッチをしていくと決めましたっていう、そんなお話で皆さんも007目指してください。パーティーなので恥をかいたドレスコードなら恥をかいたことがありますよみたいなですね、お話あればよかったら聞かせてください。ではまた会いましょう。バイバイ。